ジャンマリー・ルクレールは、バロック音楽の作曲家で、18世紀フランスにおける、バイオリン演奏の巨匠である。フランス・ベルディ・バイオリン学派の創始者とみなされている。差し戻しになる訓練を受けていたが、1703年、サルディーニャをアメデーを2世の命により、故郷を去って、トリノで舞踏とバイオリンを学び、ダンス教師やバイオリニストとして、活動を始める。 1716年に舞踏家のマリー・ローズ・カスタニーと結婚。1722年再びイタリアに舞踏の指導者として赴き、コき、これ、リとアントニオ・ビバルディに支持したバイオリンの大家、ジョバン・ニ・バッティスタ・ソミスの指導を受けバイオリンの才能を開花させる。ルクレールはイゴメ・バイオリニストとして活躍することとなる。1723年にパリに赴き、 フランス宮廷でコンセールスピリチュエルに出演した。1730年に、版画家ルイーズ・ルーセルと再婚。ルイーズ夫人は、ルクレールの作品に以降の全楽曲を制藩した。1733年に、ルイ15世より王室付きの音楽教師に任命されるが、宮廷楽団の監督権をめぐって、ジャンピエール・ギニオンと衝突。1737年に辞任する。その後は、 ヘンデルの弟子で優れたクラブ三奏者であったオラニエコーヒーアンナに仕え、1738年から1743年まで毎月ハーグの宮廷で学長として過ごした。1743年にパリに戻る。唯一の歌劇シラトグロキススキュライグラウクスが初演されたが、この作品は現代になって創演が行われた。1740年から没年まで グラモン校に出資した。1758年に結婚生活が破れると、人目を避けて、貧民街に隠れ住むようになり、1764年に、そのあばらヤで、残殺死体となって発見された。真相は依然として、謎に包まれているが、おそらく事件の陰に、別れた妻が隠れている、可能性がある。経済的事情が動機であろう。また、おいや、 死体発見者のジャック・ペイザンにも強い権威がかけられている。ジェラール・ジュファンのジャンマリー・ルクレール殺人事件はこの事件を扱ったミステリー小説。ルクレールの兄弟は同盟の弟なほか、ピエール・ジャンブノワがおり、いずれも音楽家になった。バイオリンのための数々のソナタや競争曲のほか、トリオ・ソナタやフルートと通奏低音のためのソナタを残している。 ありがとうございます。